羽生譲る、このメインリンクで滑るのは最後だなと思ったと語った意味。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。日本放送、飯田浩二の OK。浩二アップ。2月15日放送内の北京とデイズレポートに現地、北京から日本放送、荒川祐二アナウンサーが出演。2月14日に行われた、羽生譲る選手の記者会見について解説した。 いろいろなことを考えたそれでも、ここで滑りたかった。北京冬季五輪フィギュアスケート男子で4位だった。羽生譲選手が2月14日、北京で記者会見を行った。飯田北京とデイズレポート、現地北京とつなぎます。冬季オリンピックレポーター、荒川雄二アナウンサーです。荒川さん、おはようございます。荒川おはようございます。 日本でも話題になっていると思いますが、昨日、2月14日夕方、北京市内では、羽生結弦選手の記者会見が行われました。10日にフリーの演技を終えて、昨日は4日ぶりにリンクで練習を行った、羽生結弦選手。まず、昨日の練習を終えた時の気持ちについて語っていますので、お聞きください。羽生結弦選手もちろん、いろいろなことは考えました。自分が4回転半というものに挑んだこと、そして、成功させきれなかったということ。 そして、今まで頑張ってきたこととか、道のりだとか、そして、その道のりの価値とか、結果としての価値とか、いろいろなことを考えました。足首が痛いというのもあって、強練習であまりジャンプをやってはいけないと思ってはいたのですけれど、痛み止めも飲んでいます。かなり強いものを許容量以上に、それでもやはり、ここで滑りたいなと思って、ここで滑らせていただきました。サポートしてくれる方に感謝する3日間だった。 羽生結弦選手、そして、この3日間、オリンピックのことについてももちろんですし、今までのことを考えていた中で、僕は、本当にいろいろな人に支えられているのだなということと、この足首に関しても、今回、この3日間ですごくたくさんケアしてくださったりとか、本当にまだ歩くのでさえも、ちょっと痛いですけれど、それでも最大限治療をしてくださったりとか、 本当にサポートしてくださったりとか、食事の面でも、栄養の面でもケアしていただいたりとか、本当にたくさん支えていただいているので、それにもっと感謝したいなと思わされた3日間だったと思っています。大きな拍手をいただき、感謝したいと思った現役続行の意向を示す。荒井川は去年、2021年10月頃に痛めていた右足首ですが、 フリー前日の練習の時、着地の際に右足を痛めていて、痛み止めを飲まなければいけない、危険して安静にしなければならない状態だったのです。また、今後の目標についても気になるところなのですが、次のように、羽生選手は答えています。羽生譲る選手自分の演技自体が結果として、勝敗として良かったかどうかと言われたら、ベストなものではなかった。それでも、すごく残念だったなという雰囲気に包まれなかった。 大きな拍手をいただいて、それにやはり感謝したいなと思ったのと、あと実際に目に見えてはいないのですけれど、きっと、このカメラ越しの向こうに、たくさんの人たちが応援してくださっていて、地元の方も含めて、そして、被災地の方も含めて、日本だけではなく、いろいろな国々から見てくださっているのも、オリンピックならではだし、そういう方々にも、感謝を込めたいなと思いました。いつも氷に挨拶するのですけれど、このメインリンクで競技するのは最後だなぁと思って、 先ほども言ったように、ちょっと苦しかった部分もあったのですけれど、やはり、この氷が好きだなと思って、感謝していました。アライカは、このメインリンクで滑るのは、最後だなという言葉があったのですが、これは決して現役についてということではなく、オリンピックというのは特別だということです。羽生結弦として、大好きなフィギュアスケートを極めていきたいということで、 現役続行の意向はしっかりと示していました。飯田紳士な言葉ぶりが本当にすごい選手ですね。新井川は々しい表情で話していたのが印象的でした。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。